お花紙を使って貼り絵をしましょう。富士山の貼り絵です。青と水色の2色を使います。色紙に大きさを合わせたら鉛筆で線を引き、2枚重ねのまま切っていきます。端を3、4センチ折り返して、富士山を縦半分にした形を描きます。重ねたまま切っていきます。お花紙は薄くて切りにくいので、よく切れるハサミを使いましょう。これを色紙の上に並べていきます。水のりかでんぷんのりを水で薄めたものを作ります。並べたお花紙の上からこれを塗っていくと、糊がスーッと染み込んでいきます。乾くと透明感のあるきれいな作品になります。